今しか残せない恋愛ものの作品やりたいですね。 TBS の火曜ドラマの枠がよろしくお願いします。この写真集は25歳になったら出したいなっていうなんとなくの思いで撮り始めた写真集だったので、下剋上球児や作品のおかげでやっと皆さんに少しずつ知ってもらえる機会が増えて無事に発売できて少しホッとしてます。まあ、完成した時にすごいものができたなと。2021年の冬から撮り続けてきたので、やっぱいろんな顔をしていて、役によって顔つきも少しずつ変わりますし、見た目もすごい変わりますし、たくさんの人に見てもらえるように買ってもらわないといけないなっていう、なんか同時にプレッシャーも感じながら、すごい重みのある一冊でした。今渡したい方はいますか？下剋上球児でお世話になった監督とかに渡したいかな。根室こんな顔もできます監督は南雲監督のことなのか、塚原愛子さんのことなのか。塚原さんも南雲監督もどちらもで、はい。下剋上球児自身にとってどんな作品になりましたか？間違いなく僕の人生を変えてくれた作品になるなっていうか、なっているなと思っています。俳優からしたらもうみんな憧れるようなステージで、高校の時に目指していた甲子園を目指せる話だったので、やってきたものがつながったし、これからの僕を少し変えてくれる作品だったんじゃないかなと思います。30歳までに成し遂げたいことは何かありますか？今回日曜劇場で鈴木亮平さんだったり、第一線でこう真ん中で活躍されている方を見て、30歳までにはまた日曜劇場に帰ってきたいですし、こういう地上波って言われるゴールデン帯のドラマで主演を張れる俳優さんになりたいなと思ってます。30歳までにはではないんですけど、今しか残せない恋愛ものの作品やりたいですね。やっぱり若いうちにしか残せない恋愛ものの作品ってあると思うので、そういうのはチャレンジしてみたいなと思ってます。 TBS の火曜ドラマの枠がよろしくお願いします。狙っていきたいっていう感じ。狙っていきたいです。